おお、ボリューム4だ。まだまだこれからって感じがしますね。さあ、そしてお好きなサウンドをリクエスト、街角ワドライブが始まりました。さあ、さらにコロシアム追加かな。これはもしかして、おー、アルティメットカップね、いいですね。さあ、ということで今回からですね、あれ待て、デデデさんが寝てない上 で、 今日かもできると、今回からね、2週目をねやっていこうかなというところなんですが、キャロラインさんもいるね。な、キャロラインがまた街に来てるね。何かあったのかな。そうそう、カービィ知ってた？平和になった後、アニマルたちとみんなで集まった時もレオンガルフはいなかったでしょ。あれ以来ずっとキャロラインも彼を探してるみたいなんだ。もしかしたら何か分かったのかな。行ってみようよ。とりあえず行ってみようか。で、あとここですよね、街角ワドライブ。いいね、こういうの。展望台、これは、これってまさか謎の渦。ここからレオンガルフの気配がするって。普通に何かありそう。ここは、この感じ、僕がフェクト・エフェリスに取り込まれた時に見た世界にそっくりだ。もしかしたらあの戦いの後、レオンガルフはこの世界に閉じ込められちゃったのかも。カービィ、一緒に調べてみようよ。ゼット・ドリーミー・ホルガ。なるほどね。これは一回戻りましょうか。ちょっと先にやるべきことをいろいろとやっていこう。まだまだね、ありそうですね。おお、ごめんよ、すまね。で、デデデさんがいるのも気になるんですよね。一応トマト買ってきますか。あとはそうか、コロシアムも追加されてますもんね。まずはね、ワドルディさんたちをね、助けたり、設計図をね、集めたりしようかなって考えてます。あとあれか、コピー能力の強化とかもね、大事になってくると思うんで、その辺もできたらいいかなって感じですかね。めっちゃ気になるんだけど、ケライ・ワドルディ、設計図、おお、ありがとうございます。マスクドハンマー強そう。話しかけたりはできないのかな。お、判定はある、ちゃんと判定ある。まあ、あとはあれかな。多分ね、コインがめちゃめちゃ必要になってくると思うんで、頑張って貯めたいですね。能力強化。レアストーンできるんだ。
これありがたいよね、かなり。よし、では行きますか。おー、トレジャーも出てきましたね。まあ、とりあえず一回最初に戻りましょう。現状ね、このような感じなので、ワドさんの状況としては。なのでまずはネイチェル草原のトンネルくぐってからですかね。よし、やっていこう。で、こちらがやっていないのが、4つのランタンスイッチに火を灯すと手配書を剥がすとなっておりますので、いきますか。よーし、ということでまずはランタンスイッチは OK ですね。多分ね、俺が見逃したのは本当にスタート直後にやった位置なのかなっていう感じでしたね。 OKOK。 で、あとは手配書か。あったあった、ここに手配書ありましたね。今だからね、言えるんですけど、正直ね、これには一周目の時気づいてたんですよ。気がついてたんですよ。ですね、手配書だと思ってなかったんですよ。手配書って思ってなかったんだよね、シンプルに。あれが。さあ、ではゴールです。ありがとうございます。で、次かな。さあ、では続きまして、グロリンロードですね。行きましょう。こちらの上り坂の横道を見つける、やっていこう。ここか、もしかして。あったー、よかったよかった。で、カプセルがあるって感じか。よーし。で、おそらくこれだけなんでゴールしちゃいます。よーし、ではゴールしましょう。さあ、では続きまして、こっちかな。行こうよ、アライブルモール。まあ、これは迷子にならずにモール出たらいいだけなんで、まあさっとゴールしてしまうかなと思います。よーし、ということで無事に迷子にならずにモールを出ることができました。ありがとうございます。
まあさすがにこの辺りは被るね。よーし、ということで、あとは、ゴルルムンバさんのところか。ノーダメージだよね。よし、頑張るか。まあ、2分以内に倒すっていうのはクリアしてるんで、まあ、ゆっくりでもいいから、ダメージ受けないことを考えて、やっていこう。これ気になったんだけどさ、ここでダメージ受けたらどうなんだろうね。さすがに大丈夫なのかな。バナナ食べる。ボムかな。近づいていってくれますもんね。よし、行こう。大量のコインを持っている。いっぱい投げよう。ほいほいほい。頑張れ、頑張れ。すげえ、めちゃめちゃ遠くまで行ってくれる。いい子、いい子すぎる。まあでもね、さすがにね、大事に行きたいですからね。ほい。あんま連続で投げすぎると相殺しちゃうんで、一個一個投げていこう。ちょっと時間置きながらね、投げていきましょう。はい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 。とりあえず半分いったね。これね、他のボスでも共通していることかもしれないけど、意外とね、ノーマルってやりやすいんじゃないかなって思うんだよね。怖っ怖っ。それ怖えんだよな。はいはい、いいねいいね、めっちゃ当たってる。よいしょ、オッケー、ありがとうございます。ノーダメージ。やったー。ということで、ネイチェル草原はこれで、ワドさん、ポンプですかね。ありがとうございます。
あと一応トレジャーの方もチェックしよっか。確かにあのメモ書きみたいなやつでリストで確認できたと思うんで、そっちも一回見てみよう。さてと、こっちですね。ネイチェル草原大丈夫そうだね。ネバーブルグは1個あるのか。 OK です。よし、では続きましてエバーブルグ海岸行きましょう。現状こんな感じか。まあ全部回る必要があるのかなっていう感じなんだけど。よし、では泳げ広々ビーチから行きましょう。ワープしなくてよかったね。さあ、ではワドさんが2番目が助けられていないのと、文字の看板元通り、この2つだね。よし、やっていこう。あれ、待って、これボムにもさ浮き輪つくんだけど、可愛くない？めっちゃ可愛いんだけど。これか？なんかあった。よし、行ってみよう。ここは完全に来てないですよね。オッケーオッケー。とりあえず位置が上がった。普通にやばないこれ、なかなか。よいしょ。おお、島にやった。ありがとうございます。で、あとはなんか看板元通り的なやつだよね。よし、行きましょう。まあでも大体これなんじゃないのかなっていうのは分かったんで、やってみようか。これじゃね、普通に。だよね、やっぱり。よし、ありがとうございます。ではゴールしましょう。コインもらえるんだ、嬉しい。さあ、ではゴールしましょう。さあ、ではそのまま次のステージ行きましょう。コンクリートアイランズだね。ここ3体いるっぽいね。ワドさんの3番目と、サンガの海鳥にご挨拶、宝島へ上陸。さあ、頑張っていこう。お、いたいた。よーし。さあ、ご挨拶。で、海鳥さん大丈夫そうですね。で、さらにこっちなんかあるね、奥に。あ、いけるいける。むしろこれが宝島的な感じにもなるのかな。どうなんだろう。宝島に上陸、そしてワドさんも出会うことができました。よかったよかった。で、大丈夫ですね。よし、あとはゴールするだけだ。さあ、ゴールです。ありがとうございます。さてと、続きましてこちらですね。登ってブロックヒルズ行きましょう。
トゲに触れずに隠し部屋をクリアと一個出てないんだ。よし、頑張っていこう。あ、なんかこれだったっぽい。やったー、ありがとうございます。いけた、ありがとうございます。これ結構むずいんじゃないのって思ったけど、全然一発でいけたわ。よかったよかった。よーし、ではあとはゴールしましょう。よーし、ということでゴールです。ありがとうございます。さあ、ということで続きまして、こちらですね、地下水道に流されてやっていきましょう。貯水池のバトルで水に落ちないか。これは全然できたやつだよね。よし、やっていこう。確かこの場所のことだと思うんで、ゆっくりやっていきましょう。よーし、ありがとうございます。よーし、ということでゴールです。ありがとうございます。あとボス戦か。ボス戦と1個トレジャーがあるか。トレジャーを先に探しますか。多分ね、1個あるはずなんで、これを見る感じね。あったあった、ここですね。よし、やろう。ノーマルか。素敵に無敵大暴れ、頑張っていきましょう。って考えるとさ、結構早い段階からノーマルのトレジャーってあったんだね。なかなかえぐいですね、配置が。とりあえずスイッチなのかな、これ。めっちゃ集まってくる、めっちゃ集まってくる。来ましたね。さあ行きましょう。うおー、出したな。よーし、ありがとうございます。おお、目標タイムもクリアしてる。よかったよかった。さあボス戦ですね。頑張りますか。ノーダメージとあと1個あった気がするな。さあ、ということで恐怖のトロピカル、能力を使わずに倒すか。なるほど。まあ、とりあえずノーマルの状態で挑んでみようと思います。まあ、取れれば両取りで、
まあ、ちょっときつそうだったら能力なしで倒すってやつだけでも一度取ろうかなと思います。よし頑張るか。全然ゆっくりですよ。ほい、ちょっと速くなったかな。ほい、もういっちゃう。やば、あぶねあぶね。これは飛ぼう。ほい、また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 、危ない危ない危なかった今。怖ー。まあまあ無理しない無理しない。ほい、ガードしてる。ほい、ほい、いけっかいけっか。ほい、なんかどうされた。うわあぶねえ、危ねえ、怖え。マジ回避のやつってアクションって大事なんだなって思わせられるな。うわあダメージ受けちゃった、マジか。まあでも能力なしで倒すってやつだけでももらいに行きましょう。よし、もういいぞもういいぞ、前出ちゃう。ありがとうございます。強引すぎる。よし、ではもう一回頑張ります。
うー、しげた。ありがとうございます。いやー、緊張しますね。ただやっぱノーマルの方がやりやすいわこれ。よーし、ありがとうございます。ということで2つ目のエリアもこれで大丈夫ですね。イバーブルグ会館か。よし、ということで続きましてこちらですね、ファンダリア跡地行きますか。まあ、とりあえず全ステージ回る必要はありそうなのと、トレジャーが1個だけやってないやつがあるって感じか。一回ね、街戻るか。ちょっとね、順番というか、もう左からやってちゃいます。さあ、マスクドハンマー、おー、ワイルドですね。二刀流これって。で、スリープさんもやるか。さあ、ディープスリープ、もうすでに眠そうですもんね。お帽子がなんかみかんずきみたいになってんのかな、これ濃いですね。わ、しっかりお布団までね持参してくるっていうね。ちゃんと寝てる。ああ、そういう役割やるんだ。多分攻撃が上がったのかな、これって。全回復パワーアップ効果、なるほどね。全然ありですね。動画のご視聴ありがとうございます。ちょっとでもいいと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメントをしていただけますと嬉しいです。また Twitter、Instagram などもやっております。こちらのフォローもぜひよろしくお願いいたします。動画概要欄にございます。そして他のシリーズもおすすめなので、画面に表示されていると思いますので、こちらもチェックしてみてください。